はい、じゃあ国尾くんの時代劇続きをやっていきましょう。また引っ込むかよし引っ込めで、達一達二を倒したところからもう多分すぐだと思うんだよね。うん、今回で終わるか次回で終わるか、今回で終わらせたい気もするけど、終わらせたい気もするけど、まあ敵をまた見ていきましょう。はい、あ、下とかね、トサ、トサだね、トサ、この色は絶対戦ってないもんね。うん、戦ってないですね。よしよし、トサ、ちょっと待って、あとここ何屋さんだったんだっけ。ここはあ、宿屋だ。どれなお金、お金かなお金かな。あ、でも859円貯まってる。じゃあここはよろず屋さん、あとファミリーマートとかもすごい入ってないしね。あ、なんかいろいろ。あ、ニトロアタックはね、使いづらい。うん、白いさ、サラシとかって何が上がるんだっけ。これはあのステータスが上がるやつだから、うん、ちょっと待ってね、すぐ出せるところにあるんで、サラシ、幅広セッタと白いサラシ、幅広セッタ、セッタか、うん、セッタは素早さ、素早さ、おだあんまり意味ないよ、うん、でサラシはね、打たれ強さ、打たれ強さ、10上がるけど、うん、どうだろう、いらない、いらない俺は買えないからね悲しいことに。ファミマ行こう、ファミマ、ファミチキください。お、お、なんかいっぱいあるけど持ち帰りはできないね、完全なる飯屋だな。そうですね、俺は金がないから、そもそもてかもう死んだから回復してるから、ね、あ、じゃあここローソン、唐揚げくんください、うどん屋、ここちょっとうどん大変だね、ここ芋いっぱい売ってるな赤いのは何ですかね、出た出たよし、じゃあビタコ、ビタコ前にしよう、ビタコ前やるの、はい、チョンはくそーこれくそー、もうやらねーよ。まあ引けるところがね、いいよね、引かないとハマるからね。そうですね、さよなら、さよなら貧乏人には用はない。分からない、全部かけるってこういくかもしれない。で、下はどこか分かんない、一回長島に出て、そっからどっか行けなかったっけ。トッサー、トッサーの行き方がマジでわからん。ここ一箇所か、うん、で、カウチまで来ちゃうのか。で、下に行くと、そうそうそう、うん、下に行くと、いや、いた、いた、ちょうどここに来てたのか。振り返り、続き、うん、ここはちょっと今のところは俺の続きハメで、お、ゴーゴー、芋八、芋八持ってあげてここはでもスタンダードに戦いやすいからね、うん、ちょっとなんかビデオちょろっと映ってた、引っ込めいけなかった、ほら、おー、スクリュースクリュー、そうか、今なんかスクリュー打っていたのか、スクリューって強かったっけ、なんか結構使った気がするけど、スクリュー2とかなるとそのまま転がったままね、移動できるの、すごい、はい、はい、はい、お金、お金、お金ないんだよ画面外、おー、怖い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 、軸が、軸敵の水じゃあ、あー、どうぞどうぞ、よし、カンタロウも倒して、隠れてるあいつ、卑怯なり、卑怯なり、七末、これかかってね、かぶれんだよね、うまく、このなんていうの、乗れるし、かぶれるみたいな、あ、乗ったのは見ましたね、うん、あ、ほんとだ、で、投げた時にね、うまくかぶされば、うん、頭にね、かぶるの、へぇー、ちょっこい、あしょうがない、しまった、
ってこいや。タフにはなってきてるね。結構ダメージはさ上がってるじゃん。そうです、ね、上がってるけど、まあなかなか死なないからね。まあね。結構お金なかの早いか。そうですね。そこに雪がする。米次郎。適当でしょ、本当に。コメジロウとか。いやいやいや、人の名前に付けちゃいけやせんぜ。こいつコメジロウか。こいつコメジロウ。お、なんかクルクルした。おー、また。おー、何かが上がった。まだいるから、まさか1個ってのも俺ちゃうかな。ずつし、なんでこんな転がってくんだこいつら。画面外に吹っ飛んでったし。そうですね、出てこいや。はい、俺の続き。本当ね、自在になんていうの、技を繰り出せるようになると、うん、もう手慣れてきたなぁ。マハタタキも持ってたのか。マハタタキを持ってますね。使い方がよくわかんないんですけど、マハタタキ武器を持った時に、うん、早く、おハイパーガード送った。お誰だこれ。あ、朝次郎だ。ドスくれ、ドス。ドスよこせ。よし。ドススペシャル、ドススペシャル。それはドススペシャル。まあ、それがね、マッハタだったり。スタタ。どこ行っちゃった。落ちた。え、そういうシステム？ドススペシャル。フィー。え、どこ行くの？こいつではないから。あ、なんか出てきた。なんか来た。青いやつだ。青いやつ来ましたよ。青いやつ倒す？うん、行ってみましょう。ほい。あ、なんかいる。これお話聞く系かな、また。話系ですかね。倒しちゃいけないやつ。おう。えい、ことづけい。サジロの裏には誰かいる。あっしはこいつ、そうはさせるか。そうはさせるか。あー、逃げやがった。青いやつは、そうか、あれか。伝令ですね。伝令だね。よし、じゃあ次は。また来たね、来ましたね。今日倒しとくか。便利便利。ああ。左に行ってみよう。水色だったら。あ、いた。おお、いたよね。またまたまた、怖い怖い怖い。危ない。往来でドス振ります。危ない人じゃないですかこれ。もうね、倒れてる時にやると渡ると思うんだよ。ああ、動かないから、ね。そう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 。切って。怖いです。怖いよ。ドスハリケーン。じゃあドスの音何これ。カンカンってドスの音。そうですね、ドスの音ですね。よし、じゃあこいつさ普通に。おお、めった刺しですね。お金。おお、下が弱いわ。ドススペシャル。そこでドススペシャル。あー、泣きちゃった。あー、泣きちゃった。仕方ない、旋風客するしか。安定の旋風客だよ。安定の旋風客ですね。イエイ。運動のヒットポイントがないからな。気力で生きてるからな。扇風機。謎の楽しい、かっこいいの投げたらきっとドスを持ってきてくれるよ、誰か。ほーい。
だいぶ安定して、だいぶ慣れてきた。扇風脚だいぶ安定してるね。いいですね。扇風脚で倒せない敵はない。はい、扇風脚。こいつはまだいるんだ。あ、竹竹って超減った。竹ください。竹って度数になんの？わかんないです。なんかならないと思うんだけど。下にあ、ならないですね。ならないですね。度数スペシャルにならない。叩くしかない。店の中に逃げてきやがった。怖いんですけど。竹長くないでなんか。長いです。射程距離が長い。待って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 。やばい。また俺がやばい。やばい。ボスまで耐えられるかどうか。すら怪しい。やばい。待って待って待って。でも 寝れるよね。やられた。ごめんなさい。うおう。扇風脚。仕方ないな。それ運動弱い。弱いですか。じゃあ買いますか。いや大丈夫大丈夫。こいつらだけは始末しといてくれ。ガードしてる。ガードとかしてんじゃないわよ。暗い暗い。扇風脚着地がね弱点なんだよね。着地が弱点。止まるから。あめっちゃ後ずさんで。なんなんだよ。あ、逃げてった。また気力の人になってしまった。気力の人だ。見えない。あ、ドス持ってきたじゃん。お、ドス、ドスください、ドスください。お客さん、ドスください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 。あ、ドスください。あ、ドスをください。あ、なんでですか。いや、どっか行っちゃったよ、どっか行っちゃったよ。謎の店。謎の店、あんまスペシャル、いらない。ほい。どうすー、ピーピーっていうか、なんていうの、マックはこうで。あー、こっち、こっちかな。うん。あー、もう出ないよ。どうすーください、どうすー、どうすーください。おー、どうすー。ちょっと焼くなってきたね。竜巻旋風曲。なんでこれの人は持ってて、ドスは持ってないのさ。やっぱり、ええかな。ええかな。もっとね、一緒に、なんていうの、その、乗っかって。ほい。あ、思った、よし。危ない人になる、危ない人になるんだ。うわぁ。うわぁ。あ、そうそう、それ多分強いよ。強いですね。あ、お金、お金。大事、お金。で、これ多分寝ても大丈夫です。あ、手下、足の親分。なんか手下出てきたぞ。どうした手下。なんか強いよ、手下強いよ。こんな強かったっけ。ちょっとあたいの度数を何してくれるのさ。度数早い、しかも度数がないよ。どうした。手下1個もう一回行こう。よし、これは回復したからな。親で行ってこよう。いいよ。行けない。待って。ああ、そういうことですね。一緒に行かない。そうそう、一緒に入らないといけないから。止まる。はい。あ、いざとなったら俺も止まるだけの金はあるな。よしよし。こいつはもう結構金持ってそうだから、そもそも。そうですね、リッチな感じですね。おリッチ。慣れてきたんですよ。慣れてきました。だいぶ扇風脚の出し方を覚えてきました。はい。来ないな。来ないな。ここ名古屋の店。殴る準備はできてる。もうこれで、とりあえず
力ゼロ。アリーベデルチ。やばいやばいやばい。他に倒れてる時にもう攻撃するのが一番早いな。そうですね。めった打ち。ひどい。あーでもこいつら本当にですね、私オケで叩かれたら一発でなんか気を失ったら、ね、本当だよ、オケもよく壊れないな。オケ強いです。で第8グループ本当になんか第8グループは本当に使い道がない。盛るくらいしか、あれこっちか、ちょっと当たんないよね。なんなの？何逃げてた？あ、逃がしとこう。おーい。新しいやつが来た。よいしょ。純粋な。あ、ひどいやつだ。ひどいやつだ。体育館裏のやつだ。怖いわ。あ、ちょっと。来た。いいよ。ちょっと待ってください。花粉症タイムです。よし、行きますか行きますか。もう2人なら大丈夫でしょう。お塩から1900。ほら、あ、一番仕事してる。あ、おなら、うってなった時に、おならを放ってくる。やだわ。お尻に火がついてるじゃん、あれが爆発する。お、倒れた。え、兄貴許してだって、操られてた。あ、そう言っちゃしょうがないよ、兄貴。しょうがないよ。じゃあ許してやる。お金になったからね。お金持ってきたからね。寝たい。はい、じゃあ寝ましょう。オケジさんの、オケジさんできてる。私もじゃあこの時ますかね。はい、はい、何気にお金持ってんね。お金持ちです。うん、で、じゃあ次どこだ。どこですかね。ほいほい。え、また上。稲葉の方か。稲葉物置ですね。どっから行くの。左に行こう。鉄子と左で、こいつらはパーシカスから上に行って長戸に来ちゃいました。どうすんだっけ。もう犬とかもないからな。本当に地形が複雑だ、これは。本当ですね。で、肥前に来て、上に行こう。はい。あれ、で、え、こっちに止まる、ちなみに。先に止まる、出てくる。戻りますね。これをじゃあ、下に来んの。あ、来ました、おー。で、いる、そもそもいない。まずそこからですね。トッサに行っちゃったよ。もう下の方から。え、ちょっとトッサ。長田と。ここに出てくるのか。投げられた。トッサってどっちだっけ。トッサはなんか。いや、わかんないんだ。一旦河内に出て、これの下じゃん。下わかんない、違う。わからん、土佐ってどこだ。
さらに下下左って変わる、下行っての左って変わる、おお変わるね、えっ中えっ中って上だよね、上っていうか、ね、うん、ちょっと戻ろう、うい肥前の方だ、肥前だったらいける、肥前にいるうちに接触をしたい、で、ね、上に行ってうい、でこっち、ちょっと待って、多分1プレイの方が優先されちゃうから、あ、そういうことですね、ちょっと待って待って大丈夫ついてこれる、ちょっと待って、はい、お、はい、こちらシカトして、シカト、さらに力を左行ってで長戸、長戸に出るけど、まあ、また左に行って、ああ、はい、肥前に来ました。来ました。で、いるから。まずまずいるかどうか、そこですね。いねえし、カワチ。なんだろう。直接カワチ。カワチだってでもこうでしょ。うん。でも一回さらに右に行って。よいしょ。で、カワチに戻ってきて。あとはどの河内だよね、うん、あれこっちって、あ、なんか変な店入っちゃう変な店入っちゃう、いない、いないのかな、え、ここもいない、この下、ここからいける、よいしょ、こいつだ、水色よ、もう一回もう一回、しまって待って待って、スルガ帰ろう、スルガ早く行こう、早く行こう、スルガゴートするが、右だね、はい、だってこっから行くとすればくるくる回ってるし、で、スルガに来ました、来たか、これは来たか、そしたら伊藤早いな、すごいですね、すぐどっか行っちゃうね、うん、そこいないよって感じ、もうまたいなさそう、うわ、あれ、ちょっともう一回、もう一回見て、はいはい、カワチちょっと、なんだどういう、もうカワチ数がまでだったら、なんとかね、そうですね、まだちょっと地形が分かる、もう左の方が全然分かんない、うん、一旦カワチに入ったら、うん、見ましょう、うん、いるね、いるわ、いるね、あとどこ、河内だよ、河内のどこに、すぐ行けるとこでしょ、ここ上行ける、おお上いたー、いたーいたー、ここは扇風機巻き込まれる、よし、なんか強くなった、ここもただ店があるから、店があるときは店に入るだけだったら大丈夫なんだよね、うん、店に入りながら戦う、いって、あ、ごめんなさい、いや、俺川担当、じゃあ私陸担当、やだ、川担当とか陸に上がりたい、うどん屋が右の方にあったかな、最悪うどん食いながら、そうですね、戦える、そうですね、ちょっと本当にやばいな、そうです、こいつ通したらうどん食うか、はい、これ取って、うどんうどんうどん、うどんと何個食うのこれ絶対全然回復しないでしょ、うん、体力は最高だ、はい、38個食えるからね、うどん、すごいですね、10回復した、ひたすら打つしかないですね、50くらいはちょっと回復とか、そのめっちゃ早食いだな、すごいですね、1本しかないとかですよ、よし、このまま頭突きはめる、扇風機の餌食になるかな、怖い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 、本当に怖いよ、狙って狙っていきましょう狙ってすごいボーター当たってるよ、そうですね、
店先ですね。よし、あげよう。やっぱ頼んだとは普通にピックしていくのが、うん、スタンダード早い。あれなんかいなかったっけ、こっち。え、じゃねえ、怖い。うりゃー、ほい、ほい。あ、見てるやつに自在に与えられるようになると、ここまで。ああ。絶対そっち一発なんか強い。まだ行けるか。倒れてるところに進むのが早い。よし、金いります。じゃあ待っとくわ。ボス宿題。あ、お、トラゾーさん、待って、まだですか。よし、過去食とかいいじゃん。うおー、痛い。うどんですね。あれ、アッパジロ逃げてった。お、え、トラゾはいる。トラゾ、クマダだね、これ。クマダ、クマダだ。ちょっと強い。よし、うどん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 、ちょっと、うどん、うどん。あー、自分ぐらい使ってんのか。ちょ、うどん爆食いしよう、またなんで体力減ってないの。あたいが強くなってきたからさ。ちょっと、うどん食う。左手めっちゃ食ってるよ。すごい。今日の売り上げすごいね、ここのトレーナー。あっ、怖い。ひどいひどい。一気に減っちゃったよ。一気に減っちゃったよ。起き上がれないよ。早いな、トラゾーさん。さすがだな。ちょっと待ってよ。ほっとくて。うどんがすぐ食えとか。うどん屋の前。早い。なんか人間ドリルみたいなのあれだ。なんか不思議な。おお。パスタっぽいね、セリフ的に。おお。本当だ。あ、朝次郎この役立たず。逃げてるし。いいお金。お金。ってことは朝次郎が最後だから、うん、ちょっと今回最後まで行っちゃおう。はい。行けるはず。行けるはず。うん。うどん食ってからしよう。よし。とりあえずどこ、腹ごしらえじゃん。ほんときた。もう完全どこの店もカモだよね。そうですね、いっぱい食べた。結構あの店もこれ1年分の売り上げ上がって、1年分はあれか。そうですね、もう最高だって言ってるし。でちょっと待ってね。で、あ、そっか、体力しか回復してないから気力がないのか。そうですね、そういうことね。土佐、土佐の色かな。うん、土佐だね。土佐に行ってみよう。はい、あ、そこ一回駿河に戻ってみて、うん、ちょっとあんまり近寄ると俺が移り込む。引っ込め。やっぱ近づきたくなるじゃんね。え、どういうことですか。近寄りたくなるじゃん。え、どういうことですか。扇風客ってことですか。扇風客食らわせるってことですか。いいですよ。そう、サジロじゃなくて文蔵を買えるか、はい、買えますかって言っても望月しかいないからな。まあいいか、望月。あれ、なんかちょっと待って、加勢させてくれはせるか。はあ、なんかどれですか、どれか。金助。お、はい、モチズキンスキポルシェ2つ。ポルシェ、あ、早い。ポルシェ痛い。いきなり洗礼を食らったのよ。
金の差があるんだ。まあ、いいや、トサの方だね。いい、行きましょう。レッツゴー。トサ、トサ。カツオですね。カツオが食べたいんですね。そう。トサカツオです。カツオとサンゴが有名。だいぶお腹が減ってきた。ちょっと待って、こいつらはあれだから。で、絶対こう長門を経由するんだよね。そうですね。ちょっと待って。稲葉ってどうやって行くんだっけ？こっから右行くと別に。砂場みたいなところですよね。下には行けない。ちょっと戻ろう。で、あれ？ここ下とか。ああ。あ、いけね、うん、謎の店。あ、結局長門、うん、あ、結局ここに出るのか。こっちの方とかなんか実は行ける場所が、これが謎の店だっけ、違うっけ。あ、ここか。謎洞窟ですね。こっちに行ってみよう。で、ここ結局ここに出てくるってことか。そういうことですね。じゃあちょっとこっち。で、上から行くとどこ行くんだっけ？あ、これで上行って、あ、じゃあ上行くとあれです、なんかまた町です。え、下は？水のとこ行くんだっけ？うん、あ、稲葉。町出て稲葉。え、稲葉にいるっていう。まずそこですね。うん、はい、言えまーせ。河内とかいつも、ですね、いつもとこだ。いつもの河内ですね。よし。逆流していった方が。あれ？とりあえず上かな？あー、早いよ。戻ってきて、いますか、まずいますか、スルガ、いません。スルガ急げ、スルガ乗ってけ、乗ってけ、ノーポルシェイ、ポルシェイ、レッツゴートゥポルシェイ。こいつらじゃない、こいつらじゃない、こいつらじゃない、しょっちゅう出てくるね、本当に。こいつらがあれか、金稼ぎの。そうです。ポルシェが、ポルシェから変わったんだけど。ワゴンワールですね、あいつは。ワゴンワールだいぶ下がったね。ポルシェ捨ててワゴンワールに行ったからね。あの、開いた開いた。俺は下の方で行こう。時間で勝負だったんだよ。ここは二刀アタックすげえやりやすいわ。あ、ごめんね。あー、あー、もう、あー、もう、いや、私の方誰も来ない。お金、お金、ここしか思った、寝ながら、いける、大丈夫、寝れるから。おー、死んじゃうと寝れないからね。そうですね、死ぬ前に。キュインってなの、難しい。いや、ダッシュ中にもう一回なんかね、こう押すの、ダッシュを、あれ出ない。そうだっけ。こいつはスタンダードに使っても、倒れたところを殴る。ドスをください、ドスをください。お、マッハタだけ覚えた。これ武器強かったっけ。じゃあとりあえずやってみよう。ほら、なんか微妙だな。まあ4か。痛い。ちょっと、そうそう、そうそう、寝る。わかりました。行きましょう。よいしょ。こいつを倒してか。
やってると巻き込まれた。巻き込まれた。事故る。事故ダメ、事故ダメ、絶対。頑張れ。他の人から行こうじゃん。はい。はい。1600円したでしょ。1600円あれば、大体何でも食べられる。よし、OK です。巻き込まれないように。巻き込まないように。いた。朝結構いいんだな、やっぱり。倒せないし。持っちゃいますね。これはめられるか。危ない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 。頭脳プレイだ。マキナちゃんを投げて扇風客に巻き込むみたいな。あ、そういう的な頭脳プレイ。頭脳プレイが全く。違うから多分ラストかな。左だね。かっこいい音楽になりましたね。うん、ああ山田くんと東堂だ。誰だ。朝次郎が通る重吉か。すべて二人が企んだこと。おほー、いたー。落ちた。復帰しよう、復帰しよう。戻ってこないんだけど。ちょっと待って、やられてんのか。山田の術だ。そうそうそう、山田の術。うん、山田の術。そう、山田が使った。これ武器をね、ワープさせるんだけど、ちょっと待って。つまり山田フルボットということですね。あー、山田をとにかく。そうだ、そんな強くなかった気がするんだよね。ただ俺もちょっとまた寝たい。万全を期して、ちょっと待ってよし、止まるよ。これ止まってる間あいつは何してんだ。俺待ってる。疲れちゃったな。よし、準備バッチリだ。いった、すずきろ。どっちが。みんな強い。なんか自分以外の全員みたいな。お、倒した。あと、こいつやった。もう倒した。お、倒した。勝ったのか。で、ここに戻るの。いや、わかんない。どうすんだっけ。わかんないっす。ピコピコした。ほら。時間通んないだになりました。はいはい、ようこそご辛抱いただきました。まずはここらで断切りますが、また来日を楽しみに。よう、ペテンテンテン、お粗末。おー、ご苦労だったな。リキとか出てないからね、そういうの。リキ、そう、下にいる紫の。あーあ、リキ出てない。確かに。なあ、負けなさいよって言ってるけど、このおことと一緒になって日光ついじゃくれねえかい。いいよ、おことちゃん可愛いから。はい、即答じゃん。羨ましいんだけど。いいでしょう。あ、なんかあるね。普通にあるね。どうしようかな。おことちゃんが、いいよ。コトちゃんだったらね、可愛いからね。岩崎だ、めでてえぞ、めでてえ。
お、終わったー。終わったねー。したよ。終わったよ。終わったよ。最初何をしたらいいのかもよくわからなかったけれど、そうだね、頑張って倒しましたね。でもこれだけできればファミコンは卒業でいいでしょ。卒業でいいですか。卒業大丈夫でしょ。免許変えて、まあ、まだまだファミコンとスーパーファミコンとか、スーパーファミコン、ああスーファミマリオとかメガドライブとか、メガドライブ、メガドライブ、メガドライブとかってできないよね。もうメガドライブ、セガ、セガのあれとか、そうセガだね、メガドライブは。PC エンジンとか、ね、PC エンジンまあ、とりあえず次はじゃあスーファミで、スーファミはね、何個かあるから、はい、うん、やるのが、まあ、ファミコンも別にいっぱいあるんだけど、うん、スーファミだから早くこう、ね、そもそものゲームに慣れて、もう全部もうスーファミだろうがファミコンだろうがプレステ4だろうが、うん、全部できる。じゃあ今日はプレステねって言っても戸惑わないみたいな、そういうやつ、うん、そこまでちょっと、うんうん、はい、何でもできるようになれば。じゃあ、みおくんはとりあえず時代劇エンディング迎えることができたので、はい、また次は別の、ソフトやってきますので、はい、まあ、よかったら見に来てください。で、次何がいいかな。今みこさんじゃん。え、あそこの問題ですか。次の話終わりって書いてあるから、終わりって書いてあるんですか。終わりじゃないよ次何にしようかな。次はね、なんだなんだよ、何を切るの。絶対コメントしてくる。次はなんとかでお願いしますって。やだよ君たちの要求が聞かない、じゃあ終わり。終わり。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあの。よし、トーテンプ G 持った。これも一緒。毎日あ